この動画は愛犬とキャンピングカーの旅&ペットと泊まれるお宿の紹介、前後編2本立ての後編となります。前編をご覧になっていない方はぜひ前編もご覧ください。トラベルホテルチャンネルへようこそ。2日目の旅行プランを見ていきましょう。昨日泊まった RV パークホテルスターランドさんを出発し、現在は中央自動車道甲府方面に向かって走行中です。一宮三坂インターチェンジを降り、国道137号線で桔梗信玄餅工場テーマパークに立ち寄りましょう。山梨って言ったらやっぱりこのお土産ですかね。ここでお土産を購入し、本日の宿泊地シャトレーゼホテル伊沢に向かいます。今回の旅行ではシャトレーゼホテル伊沢さんの RV パークで車中泊の予定でした。電源の利用などの予約もしてあり、 RV パークの駐車場に停め受付に向かいました。従業員の方とお話をしていますと、ワンチャンルームがあるとのこと、部屋を用意できますとの言葉でホテル宿泊に切り替えました。急遽決まったペットと泊まれるお宿での宿泊、温泉もありますのでゆっくりしたいと思います。桔梗信玄餅工場テーマパークに到着したようです。創業明治22年の桔梗屋は、明治の初め頃親戚であった桔梗屋本店からのれん分けを受けて開業したそうです。その後桔梗信玄餅が大ヒットし、現在では25店舗を展開しています。ゆるキャンでも信玄餅が取り上げられ、コラボレーションした商品なども手掛けています。信玄餅ももちろん美味しいのですが、私たちがおすすめしたいのが桔梗信玄生プリンです。新鮮な生クリームを使い、きな粉の香りが漂うコクのあるとろけるプリンです。信玄餅にもついている黒蜜との相性もバッチリで、2015年のお土産グランプリを受賞したのも納得です。まずはそのまま、次に黒蜜をつけて2度楽しんでください。めっちゃ美味しいですよ。伊沢温泉駅から笛吹川までの東西約 1km にわたり温泉街があります。全盛期には大小合わせて120軒を超える宿泊施設があり、その規模は静岡の熱海に次ぐとも言われていましたが、現在は50程度の温泉旅館が営業しています。本日宿泊するシャトレーゼホテル伊沢は、日本郵政の副施設として建築された旧カンポの宿伊沢がベースとなっています。温泉、会議室、スポーツ施設も併設され、当時としては贅沢な施設だったことが伺えます。2022年4月1日に株式会社シャトレーゼリゾート八ヶ岳に譲渡され、現在営業しています。伊沢温泉の泉質はアルカリ性単純泉、神経痛や打ち身、慢性消化器病、冷え症などに効能があるとされています。無色無臭で pH は 8.5 から 9.5 となっています。シャトレーゼホテル伊沢に到着したようです。シャトレーゼといえばアイスのお店という程度の認識でしたが、調べてみるとワイナリーが2、ホテルが4、ゴルフ場19、
菓子専門店シャトレーゼに至っては、日本全国に600店舗、海外に100店舗展開しているそうです。大企業ですね。ウェルカムスイーツというのがあり、チェックインした後、ここでシャトレーゼのケーキとドリンクを選び、休憩することができます。とても良いサービスですね。以前のカンポの宿には宿泊したことがありませんので、内装がどの程度変わったのかわかりません。しかし、自社ワイナリーのワインの試飲や、ブランディングされたお菓子を提供するなど、直営の良さを生かしていると思います。むしろ、シャトレーゼブランドを前面に出したホテルというのが良いのではないかと思います。館内の一部でしかペットと一緒に行動できません。そのため愛犬と一緒に移動し、部屋に行く場合ホテルをぐるっと一周回る形になります。途中にテニスコート一面を使ったドッグランがあり、足拭きタオルや足拭き場、うんちボックス、テニスボールまで用意してくれています。それでは部屋に向かいましょう。玄関にうんちボックスがあるのはワンちゃんルームならではですね。入って右手側を見てみましょう。洗面所があります。アメニティは必要最低限といった感じです。トイレチェック。トイレはウォシュレットがあるタイプで使いやすかったです。室内は和室ですが、ベッドがあるタイプですね。琉球畳が良い感じです。どこを紹介すればいいの？はい。一番下は貴重品入れ。上に浴衣、丹前があります。温泉に来たらマストアイテムですね。日本人はやっぱりこれがね、大事なんですよ。お茶のセットと冷蔵庫があります。冷蔵庫の容量は十分ですね。ミネラルウォーターが2本入っています。こういった心遣いは嬉しいものです。窓際のテーブルにはお茶受けがありますね。愛犬用グッズは物足りない印象。ワンちゃんルームでケージがない部屋は初めてです。これはマイナスですかね。ベッドの間にある操作パネルにコンセントはありますが、 USB がないのは残念です。ある意味コンセントより USB の方がありがたいですね。部屋の印象はどうかな。Wi-Fi チェック。下り58メガ、上り28メガは普通な感じですか。早くも遅くもなくという感じです。ベッドチェック。マットレスはシモンズですね。シモンズのマットレスは大きく分けるとゴールデンバリューとニューフィットという2種類のタイプがあります。こちらのホテルで利用されているタイプはニューフィットではないでしょうか。しなやかなフィット感が魅力のニューフィットはポケットコイルが柔軟にフィットしてくれるので、横を向いてもまっすぐ楽な姿勢で眠ることができます。
私の印象としては寝やすかったです。夕飯は愛犬と一緒に食べるように部屋食にしました。せっかくなのでシャトレーゼさんのワインをお供にいただきましょう。甘口でフルーティーな感じのワインで美味しかったです。私には甘口すぎたのでビールの苦味を足してビアスプリッツァーで飲みました。これはこれでいい感じですね。お腹もいっぱいになりましたので温泉に行ってきます。自然石を散りばめた広々とした大浴場、しっとりとした和の風情が漂う露天風呂で気持ちよかったですよ。お風呂上がりには牛乳ですが、シャトレーゼホテルではアイスが似合いそうです。10時半から20時までフロントの横でいただくことができる無料のアイス、種類も多く悩んでしまいますね。牛乳の代わりにミルク味を選びました。眺めの良い中庭でいただきましょう。温泉でほてった体にアイスの冷たさがちょうどよく美味しかったです。朝食は感染症予防のためお弁当スタイルで一部バイキング方式となっています。シャトレーゼホテル伊沢の総評です。ワンちゃんルームはケージがなかったりペット用アメニティの少なさを感じました。しかしテニスコート1面分のドッグランや足拭き場の充実度はペットにとって満足のいく部分でしょう。マイナスポイントもありましたが、2022年4月に譲渡されたばかりですので、まだまだ進化していくホテルだと思います。総合得点はヒゲ 3.5 とさせていただきます。という葛藤が脳内1秒で行われていました。これからの旅行プランです。笛吹社スマートインターチェンジから中央自動車道を利用し、長坂インターチェンジで降り、一般道を利用し、絶景を見に行きましょう。
清里エリアで最も標高の高い場所に位置する三名堂津清里。中でも清里テラスがあるのは標高1900メートルに達する山頂エリアです。リフトの全長は 1.1 キロ。野鳥のさえずりを聞きながら標高1900メートル、清里テラスへ向かいましょう。10分間の空中散歩は思い出に残ります。夏でも涼しくてとても気持ちのいい10分でした。点在するテラスエリアでくつろぐのは最高です。ソファーにある砂時計は15分計。座ったら砂時計を回しておきましょう。15分経ったら他の人に譲るのがマナーです。またリフトのチケットは絵はがきになっていて、山頂にある郵便ポストから投函できます。良い思い出になりました。八ヶ岳ブルーと呼ばれる鮮やかな空の下、眼下には富士山や野辺山高原の絶景が広がります。